どうもバーンです、ついにねこの時がやってきましたですよ、自作ラジコン飛行機1号機に電飾を取り付けました、前回のね動画で、お伝えした通りですね、間もなく日の出なんですけれども、今日はねうってつけの曇天なんですよ。で厚い雲がね垂れ込めております。日の出と同時刻に、テイクオフとさせていただこうと思います。それでは準備していきます。それではテイクオフです。とりあえず成功です、バッテリー残量を、チェックしてみてバッテリー2本目いってみます。はい、どうもです、ね、バッテリー残量ね、48% でした。ということはですね、今のフライトは2分のフライトでしたんで3分のフライトに修正してバッテリー2本目を飛ばしてみたいと思います。それではテイクオフです。
ありがとうございます。滑走着陸もねバッチリ決まりました。これから冬の季節、曇天でね、薄暗い、日の出の時刻のね天気が続くかと思いますけれども、そういう日にね一号機を優先的に持ってこようというふうに思います。ね、案外目立たないですね。なので低空で飛ばしたんですけど、低空を飛ばすとですね、そうすると下からなかなか見づらいと。で上空に行くとですね、まあ、下から見えるんですよ。これなるべく下から見えるようにしてるんですよね。なんですけれども上空に行くと遠くなるというね、ジレンマがちょっと感じましたね。とりあえず今日はこの辺りで成功ということで、特にテープの剥がれ等もねなく、もう今は仮止めなんですけども本付けしてもいいかなというふうに思ってますね。はい、どうも、付け足しの動画です。3分ちょっと飛行させた時のバッテリー残量なんですけれども 14% なんですよ。バッテリーはですね、サンセルの 850mAh 軽い方ですね。なので、ちょっとね3分は厳しいですね。2分半しか、飛行できないということになります。ということはですね相当電力を食ってるということになりますね。で、ね、電気を入れてからですね翼をねゴムで固定する必要があるんですよ。それにやっぱり1分2分かかるんで、ということはですね、ちょっと LED のスイッチをどこかにつけた方がいいということになりますね。そうすると航続距離がね、もうちょっと伸びるということになります。今とりあえず電気、このバッテリーつないだらもう、うも言わさず、光り始める構造にしているんでね。ちょっとそこは課題ですね。付け足しの動画でした。ではでは。